こんにちは、翔吾です。ハロー、美咲直だよ。ねえ、LINE プレミアムからの売り上げって実際どれくらいクリエイターに還元されるのかな？そういうのはあまり期待しない方がいいと思いますよ。でも気になりますよね。そこで今回は LINE プレミアムの仕組みや売り上げへの影響についてクリエイター目線で解説しようと思います。早速 LINE プレミアムからの売り上げについて話す前にそもそも LINE プレミアムって何なのかについてざっくり解説しておきます。そもそも LINE プレミアムは一定料金を定期的に支払うとほとんどのクリエイターズスタンプとクリエイターズ絵文字が無料で使えるサービスのことを言います。それってつまり LINE スタンプのサブスクリプションって感じだね。実際サブスクだと思っていて問題ないと思います。あ、ただし LINE 着せ替えは今のところ LINE プレミアムに対応してないようです。その点だけご注意ください。また LINE プレミアムの特徴は他にもあります。それはダウンロードせずにスタンプと絵文字が、文字の予測変換で使えます。それって例えばこんにちはって文字入力したら購入してないスタンプでも、予測変換で作ったスタンプが出てきて使ってもらえるってこと？そういうことです。ちなみにこの予測変換はスタンプの売り上げにも影響しますので、解説後半まで覚えておいてください。ふん、なるほどね。それで実際 LINE プレミアムの料金って、いくらかかるの？ LINE プレミアムの料金は LINE スタンプのみのベーシックコースと LINE スタンプだけでなく、絵文字も無料で使えるようになるデラックスコースがあります。ベーシックコースの月額料金が240円、年会費が2400円となっています。また学割プランとして月額120円もあります。一方のデラックスコースは月額料金が480円、年間プランが4800円となっています。こちらも学割プランがあり月額360円です。LINE スタンプや絵文字をたくさん使う人にはお得なサービスかもね。でも私は実際そんなに使うかわかんないな。そういった方は1ヶ月の無料期間がありますので一度それをお試しください。ちなみに LINE スタンプと絵文字どっちがよく売れるのかについては過去動画の LINE スタンプ VS LINE 絵文字売り上げに貢献しているのはどっちを概要欄から見てね。さて LINE プレミアムの料金が分かったところで LINE プレミアムのクリエイターへの影響について解説したいと思います。実際ここが一番気になるところだよね。まず自分で作ったクリエイターズスタンプを LINE プレミアムで販売するにはスタンプ申請時にプレミアムに参加するという項目にチェックを入れておく必要があります。その後審査に受かり販売開始時から180日経つとプレミアム対象スタンプになります。すぐにプレミアムになれるわけじゃないんだね。ちょっと残念。まあそこは気長に待ちましょう。ちなみに過去に作ったクリエイターズスタンプでプレミアム参加をしてなかった場合編集画面から参加申請可能です。ただしスタンプ特集に参加する場合参加条件に LINE プレミアム対象外と書かれていることもありますので注意書きは目を通しておきましょう。もしも LINE スタンプの作る手順がよくわからない場合は過去動画の LINE スタンプ5つの作る手順を概要欄のリンクからチェックしてね。ねえ、クリエイターへの影響って言うけど実際分配金ってどうなの？おっと、そうでした。ではここからは LINE プレミアムからの売上影響について話します。まず LINE プレミアムではない場合は一組のスタンプを購入するごとに 35% の分配金がもらえます。詳しい金額は各クリエイターが自由に決められるため、今回は割愛します。なんだ、手抜きじゃん。失敬な、手抜きじゃないわ。もう少し詳しく分配金額や残り 65% の売り上げがどうなるのかについては過去動画の初心者が知らない厳しい現実語線を概要欄から見てね。気を取り直して一方の LINE プレミアムはスタンプダウンロードから得られる 30% の分配金額以外に自分が作ったスタンプを送ってくれた人数と LINE プレミアムで何かしらのスタンプを使った金額で分配金額が決まります。なんだかよくわかんないな。そうなんですよね。ここだけちょっと難しい。ここでポイントになるのがさっき言った予測変換で使えるスタンプです。分配金額の 30% かける送ってくれた人数割る使われた個数という数式がありますが、今回は割愛で、もっと簡単に言うと LINE プレミアムからの売り上げはダウンロード時の分配金と
予測変換でどれだけ使ってくれたかで売り上げが決まると思っていただけたらと思います。ということはダウンロードされなくても LINE プレミアムで使ってもらえれば毎月利益が出る可能性があるかもね。その可能性はゼロではありません。もしももう少し毎月買ってもらう方法を知りたい人は過去動画の毎月売れる LINE スタンプの作り方4000を見てね。でもさ、 LINE プレミアムの大体のことは分かったけど、実際需要ってどれくらいあるのかな。わかりました。ではここからは個人的に思う LINE プレミアムの必要性について話します。まず LINE スタンプを買うユーザーの場合、普段から頻繁にスタンプや絵文字を使っていたり、たくさんのスタンプを集めたい人にはおすすめです。一方であまりスタンプを使わなかったり、一部のクリエイターのスタンプしか使わないと決めてる人にはおすすめできません。一人のクリエイターが一度に出せるスタンプや絵文字ってそんなに多くなかったり、新作が出るまで数ヶ月かかったりするもんね。またクリエイター目線の LINE プレミアムは売り上げを伸ばしたいなら必要だと思います。理由はさっきも言ったように、使ってもらうだけで売り上げに貢献されるからです。なので個人的に作ったスタンプや絵文字はできるだけプレミアムに参加することをおすすめします。さて本日の解説は以上です。この動画のどこか一部でも参考になったり面白かったらグッドボタンを押していってくれると嬉しいな。このチャンネルは毎週金曜日18時に LINE スタンプに関する解説だけでなく、イラストメイキングや漫画に関する雑談などを行っています。何かご意見やご感想、指摘などがありましたらコメントをお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。よければ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。